皆さんこんにちはこんにちは小次郎講師のトレード入門ナビゲーターの野中奈々美です小次郎講師ですさあ移動平均線大循環分析の中級編ということで、はい、線の並び順傾き間隔という三次元分析に前回から入りましたね,、はいねはい、はい。今日も三次元分析を詳しく学んでいくですかです、ね、はい、はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします はいそれでは本日のテーマは3次元分析その2線の傾きですはい、はい、線の傾きということは3本の線短期移動平均線中期移動平均線長期移動平均線がどっちを向いてますかつまり上がってるんですか下がってるんですか、うん、ということですね。はい、この3本の線の傾きからトレンドの状況がわかるんですね。はい 移動平均線大循環分析って三本の線を使うでしょ、はい、なんで三本の線を使うと思います、えー、小白講師の研究の中で三本だって <laughs> なるほどね <laughs> まあそういうことですね <laughs> そういうことですけど私はやっぱりあのいろんな相場を分析するときに、はい、短期の動き目先の動きはどういう動きか、はい、そして中期の動きはどういう動きかそして 長期の動きねこれがどういう動きかってことを見比べるってことが大事だと思うんですよ。その目先の動きと中期の動きと長期の動きはしばしば食い違うんですね。はいはい 食い違うもんですからよく分析する方が日足で見たら上昇トレンドなんですけど週足で見たら下降トレンドです、はい、えどうしたらいいんでしょうかという、ねえー、ことですけども、えー、そういったことはやっぱり大きな流れがどうなっているかをまず見その中で現在の相場がどうなっているか、ね、こういうことを見るんですね。はい、で皆さんが この、ね、スパンでトレードしようとこのスパンというのは例えば3か月のトレンドを見ようとか、うん、1>, 1週間のトレンドを見ようとか為替でいうとね、はい、1>, え1時間2時間のトレンドを見ようとかいろんな人がいますね。その自分のメインのものをまず置いて、うんはい、その自分がメインとするよりも長いトレンド期間が長いものはどっちを向いてますか期間が短いものはどっちを向いてますか。 ということなんで「短期中期長期」って言って私がよく5日間が短期ですえ20日が中期です40日が長期ですみたいな話を例えば東でねするとあの見てる人が来たからね「40日で長期はないだろう」と「長期」って言ったら1年以上ではないと長期じゃないんじゃないですかみたいなことを言われることがあるんですけどえここでいう短期中期長期っていうのは自分が取ろうとしてるトレンドはどこですかそれよりも期間が 長い、ね、動きはどうなんですか期間が短い動きはどうなんですか、えー、この3つを見比べることによって自分が本来取ろうとしてる、ね、トレンドこれがしっかりと取れますよとこういう話なんですね。じゃあ例えば冷やしで見ていて冷やしでトレードしている方はうん、うん、中期が冷やしのトレンドになっていて、うん、短期はそれより短い数時間ぐらい っていうで長期はそれより長いま数日間とか <laughs>、うん、数,数週間とかそういうイメージでいればいいんですかちょっと違いますね <laughs> ちょっと違いますか <laughs> えっとねあの日足を見て週足を見て、はい、それから一時間足だとかもっと短い足を見るだとかこういう考え方が一つあります、ねはい、それはまあ大きなチャートとしての見方で実はここで言ってるのはその一つの日足なら日足の中一時間足なら一時間足の中で実はその中にも 長期期期のののトトトレレレンンンドドド中短があ例、はい、えば、ー、その自分の冷やしなら冷やしの中での話をして、はい、でそれを分析した後で、はい、実は同じことを週足でもやり、ね、もっと短い足でもやったりするんですけどとりあえず冷やしだけでも3つの、ね、動きっていうものを比較するこれが非常に大事なんですね。としては ステージ1っていうのは上から短期中期長期ってことですけど、はい、え短期中期長期の中でも短期が下がってるとかねこういうことがあるんですね、はい、えそうするとその状態っていうのはエッジがある状態ではありません。ですから、えー、ステージ1ということと3本の線が上昇しているというこの2つの条件が必要だと、ね、このように思ってくださ、ねはい。売りシグナルはステージ4本の線が 加工してる、はい、ね、えー、こういうことが非常に大事ね、ね、えー、ということです。はい、よろしいでしょうか。はい、はい。ね、えー。線の傾きからわかるトレンドの状況ということですけど、これが非常に大事でね。はい。ね、これ今日一番お伝えしたいことです。はい、ね。次のステージに移行するのか、移行しないのかがわかる。はい、えー。 つまり今現在第1ステージだだと思ってくさい第ステージの次って大抵は第2ステージですねほんの時多分第6ステージに戻ることがありますけど第1ステージの次はもう9割以上第2ステージですその第2ステージに移行するんですかいやいやこれはもうね当分第2ステージには移行しませんっていうのが分かるといいですよね第1ステージの間ずっと取ってるわけですから第2ステージになったら取るのをやめるわけですからまた今現在が第6ステージだと思ってください。 第6ステージでこれから先次が第1ステージになりそうだということだったら早仕掛けしたいですよねしたいです次に第1ステージになってもう上がっていくってことが分かってるわけですから、はい、第6ステージの安いいいうちに買った方がいいですねところが時々いつまでたっても第1ステージに上がらないという第6ステージがあって時たたま第5ステージに戻ったりすするわけですよそういうんだとなかなか仕掛けてもダメですね。はい、ということは次のステージに移行するのか移行しないのか。 こういうことが読み取れると、ものすごく有利。ということがわかります。わかります。<laughs> これからその話をします。はい。<laughs> これは割と奥の深い話です。はい。じゃあ、どうやって、それを読み取るのか。ね。 えー、ステージの変化っていうのは三本ある移動平均線の中の二本の線がクロスすることによってステージが変わります。はい、これはもう皆さんわかりますね。えー、第一ステージから第二ステージに変化するのは短期移動平均線と中期移動平均線がクロスすることによってねステージが二になります。はい、ステージが二からステージ三になるためには、えー、短期の線と長期の線がクロスすることによってねステージが三になります。 このように、えー、移動平均線大循環分析の6つのステージが順番に変化するのは3本の線のうち2本の線が、ねはい、クロスをすることによって次のステージに移る。うん、とするとそのクロスがされるのかされないのかってことが分かるとステージに移るか移らないかが分かる、はい、これレベルの高い話ですけど斜めかかりますかねクロスする時はこう,こういうふうに線が近づいていくかどうかを見てみると、はい。そういううことです、ね、ことですすそね じゃあちょっとね、はい、クロスが成功する例と、はい、クロスするかなって、ね、2本の線がくっついていったんだけども、はい、これがクロスままた開いいちゃいましたみたみいなことがあるわけですよ、はい、そのクロス、ね、しそうなものが開くケースとクロスしそうなものがそのままクロスしちゃうケースが、はい、実はチャート分析ではある程度、ね、区分けができる、はい、としたら それは面白いですね面白いですじゃあどのようにしてその区分けができるかということをここで例に示しております、はい、左の図の方から見ていただけますかね、はい、左の図はクロスね、えー、が成功する例です、はい、で右の図はクロスしないでくっつくのかなと思ったらまた上がったケースです、はい、この二つを見比べてもらってね、注目してもらいたいのは クロスされる側の線というね、ええー、書き方をしてますけど、はい、下の方の線ですね。下の方の線ね、この線の形状が左のチャートと右のチャートでは違います、ね。違います。ね、ええー、その違いを並みに説明してください。左側はなんかこう山なりというか曲がっていて、右側はなんか右肩上がりになっています。そうですね。ええー、左側の方はもうすでに上昇トレンドが終わって平行、はい、あるいは若干 下がる方向になってますね、はい、右側の方はクロスされる側の線が安定して上昇されしてます、はい、クロスされる側の線というのは期間が長い方の線なんですね期間が長い方の線の方がよりゆっくりですからまあ、当然、えー、クロスする方の線が変化しててもクロスされる側の線はまだまだ変化のね形状が緩やかなんですけど、はい、しかしそれが ああるる程度変化しつつあるともうそれはが全然その変化の形状がね感じられないとそれはくっついてもまあ実はその後は跳ね返されるんですよということが分かります。でクロスする線クロスされる線という言い方をしてねちょっとねえ耳慣れない方は分かりづらいんじゃないかと思いますけど短期移動平均線と中期移動平均線のクロスをね見るときには。 クロスされる側の線というのは中期線こっちの方が期間が長いですね期間が長い方がクロスされる側の線です短期と中期の短期と長期のクロスにおいては長期の方がクロスされる側の線で短期がクロスする方の線になりますね中期と長期のクロスにおいては長期の線がクロスされる側中期の線がクロスする方です期間の短い方が クロスしていこう。はい、で、カタップの方がその受け身の方ですね。はい、えの方です。で、そのクロスされる方、ね、はい、これからね相手方がこう突入してくるよというね、そちらの線が今現在傾きがどうなってるか、うん、これが非常に大事なんですね。はい、それを私は四種類に分析しています。はい、ここへ一に三四と四つの線の傾きを出してますね。はい、線の傾きってのは上昇してても四種類ありまして、一番が安定上昇。 二番は上昇してるんだけど、上昇が弱くなったっていう状態ですね。<ー>これ二番、まだ上昇してるんですよ。はい、しかし、上昇が弱くなっている。三番はも平行になってますね。はい、上昇が平行に変わっているのが三番。四番は上昇が下降に変わっているのが四番です。はい、この四つのクロスされる側の線の傾きっていうのはあるわけですけど、はい、これによって。 クロスがが成功するかかどうかが決まりまりして、ねはい、もし、ね、ステージ、ね、1から2になるような感じでね短期移動平均線が中期に向かって下がってきました、はい、中期移動平均線がここで言う ①、ねはいう一の一番上の形状です安定上昇崩してませんっていったらそこで跳ね返されて再度上がっていくっていうねこういう可能性が非常に高いわけです。と、はい、という状態で初めてクロススするケースと 跳ね返るケースがゴブゴブでクロスするかもしれないけどクロスしないこと元に戻ることもあります、はい、もう2台ゴブゴブなんです、はい、で3になりますとねもう平行になっちゃってますね、はい、平行になっちゃうところからもうクロスするつまりステージが変わる可能性の方が高いということになりますで4になってくるともうこれはほぼ間違いなくクロスしちゃいますよということがわかるんですね。はい でこれはクロスするるっってててここととが分かる分からなないってことだけじゃなくて、はい、クロスした後にまた戻るって相場があるじゃないですか、はい、クロスしたって後にまた戻るって相場も4になればなるほど1234の、ね、数字が大きくなればなるほど、はい、そういう状態が続き1の場合でも瞬間クロスすることあるんです1の場合でもね。ということでクロスされる側の線この傾きの変化でステージの 変化が成功するか成功しないかが読み取れるという今日はレベルの高い話でございました。ここまでわかるとかなり狙いすまして、はい、ステージが変わっても変わるだろうと思っていたよという心構えで見ることができますね。はい、本当に面白いです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。